日替わりコメンテーターによる解説で日々のニュースを掘り下げるブラッシュアップ。月曜日のコメンテーターは法学者の谷口真由美さんです。さあ、谷口さん、今日の話題、ニュースは何でしょうかはい、あのー、前回の袴田事件さんに絡んでの話なんですけど、えー、えっと、時事通信が出,出してた記事で、えー、あのー、有罪証拠、えー、というよりもね、うん、7割、 声で自白を有罪の証拠にしたという<ー>、えー、ものが出ましたというので、えええー、殺人罪で有罪確定後に、えー、最新で無罪が言い渡されたのは、まあ、戦後少なくとも18件、20人に上って、えええー、これ、このうち7割を超える13件の15人は自白調書が有罪の有無と、 ま、消化をとされていたことが、まあ、今月12日に分かりましたというやつです。で、あの、この自白偏調の捜査とか、それをチェックしてない裁判所の問題が、まあ、現れていますということなんですけれども、ええ、あの、まあ、その中で言うと、えー、っと、袴田さんとも、えー、もうなんて、捉えられてる時に親しくなったと言われている、狭山事件の石川さん。はい。はい、えー、狭山事件って皆さん、 あの、ご存知ないかもしれないんですけど、えー、1963年に、えー、女子高校生が、えー、殺害された事件なんですけど、ええ、で、強盗殺人罪で問われて、無期懲役、えー、が確定して、えー、現在仮釈放中で再審請求している石川和夫さん、85歳になられるんですけれども、はい。が逮捕されて、もう、あの、61年が、 え、立っているということなんです。<ー>で、石川さんもともと別件逮捕をされて、えー、あの別の事件で逮捕されて、えー、で、お前だろうっていうことを言われたと。で、さらに、えっ、ー、と、石川さんが被差別部落の出身であったことから、えー、その部落差別事件とも、えー、まあ関わっているということで、あの、九州なんかでも大きく報道されることがあるんじゃないかなというふうに思います。はい、で、 やっぱりあの、ここの背景にあるっていうのが、ええ、あの、取り調べの問題なんですね。もちろんあの、うん、今、石川さんまだえ無罪確定してませんから、ええ、あの、この後、まだ戦いが続いておられるということは皆さんちょっとご承知いただきたいというかですね、うん、理解しておいていだい。はい、で、あの、それに対して向き合わなきゃいけないのは、ええ、実は我々市民側ということもあるっていうのをちょっと今からお話ししたいんですけれども、はい。あの まあ結局自白偏調主義になったっていうのは、犯人を何としてでも見つけようとする、その警察のメンツみたいなところがやっぱすごく大きくて、で、その後捕まえた人間がまあほぼ100%有罪になるっていう検察のあり方っていうのが、まあずっとこう問題は一部されてきたけれども、大きな声になってこなかったんですねで、うん。 あの、ようやく、その、今年え、取り調べの可視化というものが、あの、法律ができたんですけれども、はい、え例えば、うんえー、大阪でもですね、えっ、ー、と、業務上横領容疑で逮捕起訴されたプレサンスコーポレーションの元社長が、えーええ、無罪が確定した事件があります。はいで この時に、えっと、威圧的侮辱的な言動を一方的に続けた取り調べがありましたよということで、<ー>あの、検察組織の姿勢を厳しく批判したっていうのがあります。うんはい、で、この取り調べの可視化というのもなかなか進まなくて、えー、結局、あの、密室で行われる。で、あの、時に暴力的に、うん、で、時に、あの、えー、皆さんこう、 取り調べの時、カツ丼空間みたいなドラマを見たことあると思うんですけど、あれもあの自白を、まあ、促す一つですよね。うん、で、結局、あの、さっきの佐山事件の石川さんとかも、ええ、お前は、あの、これ認めたら、懲役10年ぐらいで帰ってこれるから認めとけや、みたいな感じで認めさせられて、で、結局最初死刑が出たりするわけですよ。うん、で、あの、えっと、そのいろんな、 あの変遷があるにしても、ええ、その取り調べの威圧的言動、うん、要は疑わしきは被告人の利益にっていうのは、うん、実はローマ法の時代、紀元前な、400年以上前から言われてる、こう、刑事事件の原則なんですけれども、はい、そういうものがやっぱ守られてきていないっていうのがあります。うんうん で日本の刑事事件他に問題なのは、ええ、え手錠腰縄問題と言われるやつですね。おーおーおーはいで。これは、あの、法廷に入るときまで手錠と腰縄をつけられていて、うん、で、手錠って、あの、つけて、前でつけてですね、手のひら内側になるので、ええ、そうすると歩くときにどうしてもかがんでしまうんですね。だから昔のあの、死中引き回しみたいな、ええ、ええ 感じに見えると思うんですけど、ええ、どうやってなくても、かがんでしまうので、ええ、悪いことして申し訳ありませんみたいな態度に見えるんですが、<ー>これやっぱり、e、EU とかもうやらないですよね、法廷での施錠をこしながらなんて。んで、裁判するときは外すわけですよ。ええ、だけど、もしそこに、えっと、もしそこにっていうか、まあ、刑事被疑者であったとしても、人権あるし、うん、で、ましてや、その、 えー、え罪事件の人とかがいらっしゃる場合に、うん、明らかに犯人であるという姿を見せてしまうっていうことなんですね。で、そうやって私たちが目の印象で、あ,<ー>あの、手錠をこし縄されてる人間は悪い人間だ、みたいな風に思ってしまうというのがあります。うんはい、で、だから、あの、そういうのって、あの、なんかみんな、なんとなく、 悪いやつっていうイメージをこう持つことによって、有罪判決に世論も持っていくみたいなところがあって、えー、そういうことが非常に怖いというのがあります。 で、あの、それは、ちょっと、まあ、大用監獄の話とか、いろいろしたいことはあるんですけれども、うん、ここに、今、私も今、あの、メディアを通じてお話をさせていた,いただいているので、<い>次回の込めて言うと、はい、やっぱりその、メディアがそこに一緒になって、うん、えー、まあ、大きく、 はい、事件を報じているっていうのがあると思います。ええ、昔で言えば、うん、手錠あえっ、ー、と、あれですね、夜内朝掛けと言われうにですね、はい、スクープ取ってこいということを、うん、やっぱものすごく、あの、強要された時代っていうのがメディアの中にもあって、うん、最近はそうでもないということは聞いていますけれども、まあ、それと警察発表というのをそのまま信じてしまうとか、ええ、そのまま報じてしまう嫌いがあって、ええ、で、やっぱりその一方の時に、 えっと、きちんと精査をすることなく、まずあの、まあ、これが悪いやつじゃないかみたいなイメージをものすごく植え付けてきたというのの装置であったこともあると思うんですね。うん、はい。なので、やっぱりメディアに出る側の人間とか、うん、その大きな情報を扱う側の人間が、はい、その、要は、えっ、ー、と、疑われてる人の人権とか人格を えー、否定するようなことがあってはならないっていうのが、うん、あの自分たちにこう課せられている、うん、メディアの人として課せられていることかなっていうのは思うのと、それと一方で、えっと、市民の皆さんも、やっぱ法学って勉強すれば、いかにその抑制的に法を使わなきゃいけないかということをあの学ぶんですね。だから例えば 疑わしきは被告人の利益に、みたいなお話もそうですけれども、はい、やっぱりその、なんかあいつ悪いやつやあいつ犯人や、みたいなことを、こう、短絡的に考えるんじゃない例えば見栄えとか、うん、例えばそれがメディアとか警察発表の写真がものすごく嫌な顔の時を撮られてるとかっていうのをよく切り取りされてたある話なんですけれども、うん、いやいや、ちょっと待てよと。うん あの、この人本当になんかやった人なんかなというのを立ち止まって考える目というのを、うん、え皆さんも養っていただきたいなというのがあります。うん、それで言うと、あの、大河原加工機事件とか。 あの、はい。いろんな事件が、今でもやっぱり自白編長のもと、うんえー、出されたものがありますので、はい、そういったものに注目もしていただきつつ、はい、一旦、えっ、ー、と、リスナーの皆さんも立ち止まって、うん、この事件って何だろうということを考えていただきたい。うん、で、報じる側の皆さんも、うん、えっと、ちょっと待てよという、うん、その、なんていうんですかね、こう、一呼吸置くみたいな。うん 心とといいいううのは非常にに大事かなというふうに思いますやっぱりあの袴田さんのような方を今後出さないためには、うん、ただ検察とか警察が悪いとかそういうことを言ってるんではなくって、えええー、私たち市民が気をつけなきゃいけないことメディアの皆さんが気をつけなきゃいけないこといろんなことがあるんじゃないかなというのが。 今日のお話でございます、うん。そうですね。主観にとらわれることだけでなくて、やっぱり客観的に物事、うん、あるいは全体のこう構図なんていうのもしっかり見た上で見極めていくっていうこともすごく大事だなと思いますね。谷口さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は谷口真由美のブラッシュアップでした。